足立区、皿沼皿沼は、東京都足立区西部の地名。住居表示実施済みで、現行行政地名は、皿沼1丁目から皿沼3丁目。郵便番号は12、123-0862。隣接する地域は、北は入谷、東は西以降、南は谷在家及び鹿浜、西は加賀。足立区北西部に位置する長方形型をした町である。 町域の西側がサラヌマ1丁目、東側南部がサラヌマ2丁目、東側北部がサラヌマ3丁目であり、土地区画整理事業が行き届いた整然とした街並みが広がる。町域の北東部には東京都立舎人公園の広大な緑地帯が広がり、江北北部緑道と合わせて緑の豊かな街を形成している。サラヌマのサラとは新しい浅瀬、 開墾地、寒地という意味があり、そのような場所にあった、沼であったという。1975年の住居表示実施までは、隣接する加賀と共に、加賀皿沼町という一つの町を形成しており、両者の関係は、歴史的にも、地域的にも、極めて密接なものであった。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、足立区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては、2018年度から学区域、または学区域に隣接する学校のみの選択になる。当地域に鉄道駅は存在しないが、町域等端部を南北に走る日暮里、 トネリライナーが2008年3月30日に開業し、近隣地域に駅が設けられている。かつて当地域は常実のように隣接する加賀地域とともに、鹿浜村の中の小技であった。当初は、それぞれが、かと、皿沼というように別々の小技であったが、後に、か皿沼と一つになり、さらに元禄時代頃までに、再び、かと、 サラヌマというように二つに分かれたという。江戸幕府が崩壊して、明治時代となると、笠原沼は、武蔵地検事の管轄となり、後に、小菅県の所管となった。1871年の廃藩地検の実施で、東京府が設置されると、笠原沼は、東京府南足立郡かサラ村として公式に村と称した。1889年に、周辺八家村を合併して、 広北村が誕生すると、笠原沼は、広北村の大技となり、約半世紀間の広北村時代を経る。1932年の東京府厚生五軍80、下町村の東京市編入で、南足立郡が、足立区へと解体再編されると、大技ざ笠ラ沼は、東京都足立区、笠ガ沼町として発足した。しかし行政的な立場は目まぐるしく変遷しても、 その街並みと人々の暮らしぶりは、江戸時代以来変わることなく続き、その変化は1960年代に始まる、土地区画整理事業の実施を待つこととなる。1975年の住居表示実施により、香が沼城と北鹿浜町の一部区域をもって、香ら沼1丁目が、香が沼城と、周辺諸町の一部区域をもって、香ら沼2丁目が、香が沼城と、 周辺諸町の一部区域をもって、皿沼3丁目が設置された。住居表示実施以前の加賀皿沼町、北鹿浜町などの旧町域は多くの飛び地を含み、町会は複雑に入り組んでいた。ありがとうございます。